宝物のような日々もね、うん、毎日やってくるんですけど、その中でこう旦那さんがね一番近くにいるパートナーだと思うんですけど、うんうん、協力の面で、うん、あ結構ねうちはしてくれましたか。で産後すぐまあなんかアメリカにちょっとなんか仕事に行ったんで、なるほど。そうまあその時はちょっと大変だったけど、でも結構協力的。そうアメリカの方ってね本当なんか一緒に育っていくって感じ。うん、向こうが仕事でももちろん私も仕事だし、だからじゃあもうイーブンって感じ。はあ、そうなんだ。なんかそうなんだろうなっていう想像はあったんですけど、うん、実際に本当に一緒に育児に関わってくれるっていうことですね。そうやね。へえ。そう何でもしてくれてた。だって親子ダンスの時とかも一緒にいらっしゃいましたね。そうベイビーダンスみたいなの一緒に受けた時も旦那さんもなんか一緒に踊ってポーズみたいな。一緒にやってた。そんな旦那さんなかなかいないですよね。でも私は思った。なんか女性だけじゃなくて男性、はい、その旦那さんパートナーもやっぱね産後うつじゃないけどそういうのがあるみたい。やっぱプレッシャーやんパパになるっていうことと、でなんかまあもちろん仕事もこれからがもっともっと頑張っていかないっていうこと、お金かかりますよね子育てね。あとさやっぱママには勝てんやん、そういう部分でもやっぱなんかこうグッてなってしまうのはあるのかなって思った。パパに預けた瞬間うぇーってなるパパも辛い、ね、俺嫌われてんのもうじゃあお願いみたいな、うん、だからなんかもしお互いさなんかうってなってもなんかそういうことも考えてあげるといいんかなと思っちゃった。ああ、うん、こっちばっかりじゃなくて向こうもいろんなプレッシャーを、そうパパなりのプレッシャーがあると、そう思うね。思いやりですね、うん、そしたらなんか結構もうこっちの奥さんの方が大変やんっていうイメージもなんか勝手ながらあったりしたんですけど、うん、旦那さんもいろいろ実はこう気使ってそういう距離感を取ってたりなんかもう考えてくれてるのかもしれないですね、うん、なんか俺が手出して余計ストレスなんかなとかね、うん、分かんないですけどなんか気使ってくれてるのかもしれないですね。そしたらお子様が、男の子で1歳5ヶ月でしたっけ。1歳5ヶ月のこう可愛いところだったり、ちょっとここ大変だなっていうところ聞いてもいいですか。可愛いところはもう毎日いろいろあるけれど、なんかやっぱ言葉が分かってくるから、なんかね、うちはなんか日本語と英語、どっちもあるから、なんかそういう、可愛いとかをカラーとか、可愛い、フラワー、でもなんかハパはハパ、ハパみたいな、なんかそういう、分かってる。喋り出しもしてるんだ。うん、可愛い。おいこ大変なところは今でも夜泣きっていうか寝ぼけたりしない。寝ぼけたり、寝ぼけ夜泣きみたい。うちは寝言言ってる時はたまにありますけどないですね。どうなんですか。またパッて起きてなんかむにゃむにゃみたいな。さ夜中とか、夜中2時とか。これ1回目が覚めてるんですか。そのいや寝ぼけてる感じがする。ヘルコー狭間みたいな、うん、ずっとそのそれにびっくりしちゃうってことですか。いやもう分かったよみたいな。いつもあもうなだめる。そう、ね、でもそれでも泣く時はもうなんかちょっと左右飲ましたりとか、うん、今でもやっぱある。可愛い悩みですね。そしたら全然、うん、まあ、寝たいけどね、寝たいのが寝たい、睡眠が取れないのが大変か。夜泣きがやっぱひどい、うん、こうママとかの辛さはやっぱり睡眠が取れないことのしんどさっていうのがね、そうだね、あると思うので、あそっかそれ大変だと思った。ダンス期についてお伺いしたいんですけれども、まあ、ダンスにねやっぱりかける時間とか働き方っていうのがなんか一人の時とガラッと変わったと思うんですね。ただその産後1ヶ月で結構すぐ復帰されてますけど、どのようにしてこう預けて今はそれ働くっていうことを、うん、ダンスができてるっていうのは実現できてるのかっていうのを聞きたいです。まずクラスとかだったら夜に今持ってるからレギュラーを、はいはい、まあ、6時とか7時8時、うんうんうん、そうなる時はパパの事務所に預けて、あそうその時間だけパパだから事務所にはねちゃんとねもうベッドがベッドとか遊ぶところがある。ベビースペースみたいな。そうベビースペースがあるから結構預けやすいかな。働く時にじゃあ保育園を探そうとか、なんかそういうなんか預ける場所を見つけなきゃとかじゃなくて、もう本当に家族で協力し合ってやろうかこの仕事っていうことでできているってことですか。7ヶ月から預けてた。おそう
7ヶ月目で0歳7ヶ月目から保育園に入園した。そう4月。そうなんですね、うんうんうん、私自身がもう母がバリバリ看護師で働いてる人なので、うんうん、もう0歳2ヶ月ぐらいから保育園にいた人らしい。そうだし、うんうん、覚えてないですけどまあでもそういうのもねありますよね。こう0歳から保育園でなんかすごいね、私は仕事に行くけど、はいはい、そういう時間ができてちょっと心の余裕ができたのと、なんか預けるってやっぱなんかちょっと自分がさホッとするっていうか、そこでは仕事するんだけど別の顔の自分みたいな。はい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 、はい、切り替えがうまくできるってことですか。そう、そんな感じだ。じゃあメンタル的にはもう、うん、もう預けるのなんかかわいそうやなとかなんかそんなのもなく全然もうポジティブにダンスの仕事とかしてる方がとてもメンタルがこう子供との関わりの時とかも良かったってことですか。そう、いいバランスかな。もうなるべくも母親業に専念したいっていう人と、うんうんうん、でやっぱりこうダンサーの子はやっぱこうアクティブな動きたい子が多いと思うので、うん、やっぱりこう、ね、なるべく動いた方がこう子供とまた向き合った時にこうフレッシュした気持ちで接せれるっていうのもねあると思うんですよね、うんうんうん。私も結構一人目の時ダンスルッキーした人なので、そうだよねなんかその気持ちはすごい分かります。長く喋ってきましたけども、はい、そろそろ最後の質問ということで、はい、家族を持つこともいつかは両立したいなって思ってるこう今のね若いダンサーの子たちももしかしたらいるかもしれないんですけど、まあ、その子たちに向けて、まあ、静香さんは今実現されてて、まあ、こういうフィーリングだよっていうこととかメッセージ、うん、何かねそういう子たちに向けてあればお願いいたします。いいですか。まずなんかいろんなタイミングだと思うので、はい、私もまさか自分がマザーになるとは思ってもなかったしそうだからあのバリバリ仕事してる人もなんかそういうタイミングが来たら転機だし、はい、それがなんか悪い方向でもないと思うので、むしろいい方向であると思うので命が生まれるってことは、うん、だからそれをなんかあの大切にしつつで、まだなんかそういうタイミングじゃない人はこう、うん、その今自分のやってることに夢中にこう一生懸命頑張ったらいいと思う。あ、そう、それが今自分のやるべきことだと思うし、なんか逆にさ計画しすぎたらさちょっとさ自分がしんどくなったり精神面がこう辛くなったりする時もあるじゃん。あ、計画がうまくいかなかった時、ね、いかなかった時、はい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 、だからなんかちょっと客観視して楽しい自分もいるし、まあなんかもやっと考えてでもいいのかなみたいな感じ、そういうこと、うんうんうん、でそこにピースがはまった時にああこれだみたいなものが生まれてくると思う。心のこう余裕を持ったちょっとね解釈の仕方ができるかなと思います。なるほどな。なんかね寛容な意見がこう聞ける年になったんだな物しました。本当ね、いつかねちょっと情勢が落ち着いたら本当お子さんともねほんまお会いしたかったりするんですけど、ね、その時はねぜひ一緒に子供同士で遊んだりとかできる未来が来るといいです ね。はい、今回はママトーク編ということでマザー静香さんにお越しいただきました。次回もまたヘルツ編で喋っていただくのでよろしくお願いします。それでは一旦さよなら。